こんにちは。朝6時半です。曇っています。今朝の気温は1度ですね。なんかさっきまで寒暖計が凍っていたみたいです。氷も張っています。氷点下になったんですね。シンフォリカルポスは氷が溶けて水玉キラキラです。風はほとんどありません。防寒用の堆肥に霜が降りていました。ジギタリスの葉っぱにも霜が降りてますね。凍っている感じです。ピンクの朝焼け雲が出ていて綺麗ですね。今日はお天気良くなるでしょうか。立ち葵の葉っぱにも霜がたくさんついています。本当に寒いですね。さっきよりも雲が赤くなりました。朝焼けは天気が下り坂と言われてますね。これは日本随仙です。寒さにも負けずに咲いています。ヒューケラの葉っぱにもたくさん霜がついています。寒そうですけども、寒さに強い植物です。ジョウビタキのオスのチッチが遠くの電線に止まっていました。遠くからでも一目でわかりますよ。あれ？なんかおえってしてるんでしょうか。食べ過ぎたのかもしれませんね。大丈夫かな。チッチはまるでダンスをするように電線を行き来しています。いつも尾羽をフリフリしていて可愛いですね。羽のところに白い門があるように見えることから門付き鳥とも言われています。前から見ても可愛いですね。今何か吐き出しました。種のようですね。こちらはムクドリです。5羽くらいの集団でいましたね。ヒヨドリは大きな声で仲間を呼んでいる感じです。10時半になりました。青空になってきましたね。チャイニーズホーリーです。チャイニーズホーリーの実の赤と葉っぱの緑と空の青、雲の白、綺麗ですね。これは大紫式部です。なんとなく少し実が減ったでしょうかね。まだ食べられていないんでしょうか。房咲きのペーパーホワイト、綺麗に咲いています。2時半になりました。だんだん曇ってきています。ジョウビタキがよく食べている小紫です。チッチは食べ物に困らないですね。ヒイラギの花、だんだん終わってしまっています。南天の赤い実はまだまだなってますね。ツヤツヤです。山茱萸の赤くてシワシワの実はまだ鳥が食べに来ませんね。日本随仙、朝と変わりないですね。乾燥していたのでデルフィニウムに水やりをしました。デルフィニウムは水を好むそうです。水を好むといえばシュウメイ菊、どうなっているでしょうか。小さい芽が出てますけどもね、ずいぶん乾燥しているようです。シュウメイ菊にも水をやりました。丸尾です。12月になると母ちゃんこれ出してくるよねと言っています。カリカリを3粒置いたんですが、服が派手すぎて丸を見つけられないんでしょうか。やっと見つけましたね。これを食べてしまえばクリスマスの服に用はありません。今日はこの辺で、バイバイニャン。